気持ちの良い青空が広がっています。オールパシフィック対オールパシフィック、この試合の模様をブラウンスタジアムから生中継でお届けしてまいります。オールパシフィックはモイネロ、オールパシフィックは竹内の両先発です。解説は工藤公康さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。工藤さん、今日はルーキーが緊張の初登板初先発というわけですが、どういったことを意識していくのが重要になってきますか？とにかく先のことは考えない、一球一球、一人一人、1イニングずつっていうのをしっかり考えるのが大事じゃないですかね。なるほど、とにかく目の前の打者に集中というのが大切になってくるんですね。まずはオールパシフィックの先発モイネロがクラウンスタジアムのマウンドに上がります。相手がルーキーですから当然、アウトコース見送っています。ボール先行、次は入れていきたいところ。インコース空振り、ここは150キロを計測しています。外れました。ちょっと合わないようです。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。振っていきましたが三振、まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている源田、モイネロまずは先頭バッターを三振に仕留めています。これが初球、アウトコースボール、高め打ちました、切れていきます、ファウル、内へ持ってきましたが外れました。うん、惜しい。はい、低めわずかに外れてボール。うん、膝元の難しいボールですよね今のは。インロー指、見逃し三振。打順は3番です。センターの辰巳がバッターボックスに入ります。昨シーズンは133試合に出場し114安打を放ちました。2アウトランナーありません。オールパシフィック先発マスクは佐藤、ピッチャーモイネロとのバッテリーです。これで追い込みました。次が4球目、外、これは外れます。次が勝負ですね。なるほど、バットに当たりません、三振。3アウトチェンジ。この回オールパシフィック三者凡退です。オールパシフィックのスターティングラインナップです。1番ライト万波、2番センター周東、3番サードには栗原、4番ファースト山川、5番レフトには近藤、6番指名打者レイエス、7番セカンド外、8番キャッチャー佐藤、そして9番ショートは今宮です。オールパシフィックマウンドに上がるのは先発の竹内。さあオールパシフィック打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。さあ初球は何か、初球ボール、ボールになります。ボール先行です。これが3球目、ツーシームにタイミングが合いません。サードが取る、一塁へ、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている周東、まずはワンアウトを取っています。初球ボールです。2球目は何で来るか、ファウルになります。ボールカウントはワンボールワンストライクです。流しました、これはどう、三遊間抜ける、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには3番栗原、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、切れていきます、ファウル、
相手バッテリーは今のファウルを見て次のスライダーを続けてくるかもしれませんね。さあここはどういった攻め方をしてくるのか。セーフ。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってくる場面。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。今の盗塁は大きいですよね。これで1本出れば先制ですからね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。まあそうですね、まあ、走力っていうのは大事ですからね。栗原の対左の相性を引っ張った。高いバウンド。鈴木一塁送球。ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。さあチャンスを迎えています。ゴールパシフィック。ここで打順は4番の山川穂高を迎えます。昨シーズンの左ピッチャーとの対戦成績は13打数6安打、打率は4割6分2厘ということで相性の良さを見せています。さあこのランナー3塁のチャンスでその相性の良さを見せることはできるのでしょうか。バッターの山川対左の相性はどうなんでしょう。いやどちらかというとですね、苦手なんですよ。彼はフリーヒッターなんで食い込んでくるようなボールっていうのをね、さばくのはねあんまりうまくないんです。そうですか。見逃しましたが三振。タイムリーなりませんでした。攻め切ることができませんでした。先制のチャンスがあったオールパシフィックですがそのチャンスを生かせませんでした。2回に入ります。オールパシフィックの攻撃。さあここで4番の浅村を迎えます。昨シーズンは143試合に出場しホームランは26本という内容。オールパシフィックの主砲が打席に入ります。さてオールパシフィックの先発は2番モイネロ。ライト方向を流しました。弾き返した打球はライトへ。ライトが取りました。ワンアウトです。5番キャッチャー森、背番号4。バッターボックスには5番の森。モイネロ、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド見送っています。これが2球目。打ちました。ボテボテ。今宮アウト。ツーアウト。6番ファースト鈴木、背番号7。オールパシフィックのバッターは6番ファーストの鈴木です。昨シーズンは101試合に出場して61安打を放っています。さあオールパシフィックの下位打線がモイネロに対してどういったバッティングを見せるのか。ツーアウトランナーありません。この回のモイネロ4球でツーアウトを取っています。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。はい。さあ次のバッターはどうなるか。ボールになります。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。この回オールパシフィック3人で攻撃を終えています。0対0、同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。オールパシフィックの攻撃。打順は5番レフトの近藤を迎えます。昨シーズンは143試合に出場し492打数。初球打ち。これはどう。破りました。センター前。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。バッターは DH レイエス。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球は何で来るか。打ちました。センター弾く。ボールを拾ってオールパシフィックチャンスになります。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには7番の外。連打でチャンスを広げた場面となっています。まあやっぱり前の回を三者凡退に抑えたことでいい流れが来てるんじゃないですかね。さあオールパシフィック先制のチャンスを迎えています。いやここはねバッテリーがねゴロを打たせようとするんですよ。だからそこちょっと気をつけたいですね。なるほど。この打席のポイントになりそうですね。外の対左の相性をどう見ていますか。いや彼はね左ピッチャーはね打ててない印象っていうのはあるんですけど、右バッターはね左に強いって言われる中で外れてフォアボール。ノーアウト満塁のチャンス。
よく見ました。価値あるフォアボール、チャンスが広がります。バッターの佐藤、対左の相性はどうなんでしょう。そうですね、特に左を苦にしてるっていう印象はないですよ。そうですか。ここで中間守備取りましたね。どの塁でアウトを取るか、とっさの判断求められますよ。なるほど、そうですか。4球目は何で来るか。バッター冷静でした。あれね、釣り玉ですよ。はい、そうですよね。今のストレートどうご覧になりますか。典型的な釣り玉だったんで、しっかりと見極めました。うちのボール打っていった。これは外野へ。さあ先制のランナーがタッチアップ。サードランナーホームイン。佐藤、きっちりと犠牲フライを決めました。主導権を握っていきます。バッターは9番の今宮。ボールパシフィック、この回1点を入れています。さあ先制に成功。なおも追加点のチャンスを迎えています。追い込まれました。さあ3球目は何か。チェンジアップ外れました。これが4球目。変化球わずかに外れました。この球は外れています。フルカウントです。インサイド打ちました。いやー、ピッチャーはね、スリーボールからでも本当打ちました。取った。二塁へ。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。しかしこの回オールパシフィック犠牲フライで先手を取りました。工藤さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが、調子はまずまずですかね。そうですね、今日はストレートが走ってるんで変化球も生きてきますよね。なるほど、やはり投手の基本は直球ですね。際どいコースに送ってストライク。ストライクになります。ノーボール2ストライクです。低めの変化球は決まりません。ファウルになります。打ちました。ファウルになります。次は決め球を厳しいコースに投げて勝負ですよね。なるほど、さあ何を選。三振になります。ワンアウトです。素晴らしい。8番バッター太田、まずは先頭の西川から三振を奪っています。最初は変化球できました。ボールになります。外、低めのボール、追い込まれました。ワンボール、ツーストライクです。ツーボール、ツーストライクです。ファウルになります。ライト方向を流しました。一、二塁間を破る。同点のランナーを出してしまいました。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁に同点のランナーを許しています。バッターボックスには村林。まあここは送ってくるでしょうね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。いきなり牽制。まず何を投げてくるか。ファウルになります。真ん中打ちました。外れましたか。いいボールでしたけどね。三振です。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振で2アウトとなっています。打順はトップに帰って小郷。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。いやー、良かったと思いますよ。いい配球でした。今度はね、違うパターン行った方がいいでしょうね。そうですね。
2アウトランナー1塁です。高めのボール、左中間へ打球伸びる、近藤が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがオールパシフィック、これから3回の裏オールパシフィックの攻撃です。そしてオールパシフィックはピッチャーが変わります。藤平が2番手としてマウンドに上がります。前の打席はサードゴロでした。バッターの万波、オールパシフィック1点リードで迎える3回の攻撃です。アウトコース見送っています。改めてこの万波のバッティングスタイルについて伺えますか。そうですね、状況によって違うことはあるんですけれど、もともとは初球から狙っていくタイプで、フルスイングが持ち味のホームランバッターですね。そうですか。ファウルになります。打ちました。ショート取った、アウト、ワンアウト。さっきのヒットは鋭い当たりでしたよね。状態がねだいぶ良さそうなんで、ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。いいコースだったんですが、きっちりと見極めました。真ん中に決めてきました。150キロ。キレのあるボールですね。キレのある変化球、際どいところに決めてきました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました。ここは打ち上げています。サードが構えます。掴んで2アウトです。バッターは3番サードの栗原。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。さっきはいいところで打てませんでしたからね。ここは切り替えていきたいですよね。そうですね、今度は打って挽回したいところ。2アウトになっています。バットは動きません。よく見ています。ボール先行です。力のあるまっすぐですね。インコースストレート、際どいところに決めました。153キロ。縦のスライダーを持ってきました。2ボール2ストライクです。ボールになります。3ボール2ストライク。見逃し三振、3アウトチェンジ。この回オールパシフィック三者凡退です。これから4回オールパシフィックの攻撃です。一方オールパシフィックはピッチャーが変わります。ヘルナンデスが2番手としてコールされています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。アウトコースボール、打ちました、流しました、三遊間抜ける、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には同点のランナー、バッターは辰巳。さあ嫌な走者を背負っての投球となりますが、いかがでしょう。いや嫌ですよ。クイックモーションも配球もいろいろ考えなきゃいけないじゃないですか。気を使うところが多くなっちゃうんすよ。なるほど、そうですか。さあ4球目は何か、走ってきた、ヒットエンドラン、セカンド取った、アウト、ワンアウトです。4番指名打者浅村。さあオールパシフィック、ここで長打力のあるバッターを迎えています。一発逆転もあり得る、怖いバッターに回っちゃいましたね。そうですよね。さあそのマウンド上のヘルナンデス、このピンチをどう切り抜けてくるのか。初球は何から入ってくるか、はい、さあ2球目は何か、釣り玉でしたけど見極められましたね。はい、外の球打った、高いバウンド、おっとどうだ、打球は切れてスタンドに入り、スタンドに入ります。ツーストライクツーボールです。この場面当然歩かせるわけにはいきません。打ち上げた、次が8球目、
結局フォアボール。まあ怖いバッターなんで警戒した結果なんでしょうけどね、自信を持って抑えに行かないといけないですよね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。さあまず1球目、これはタイミング合いません。ここはゴロを出したいですよね。変化球打った、高いバウンドになった、ショートが抑えた、そのまま入って2塁アウト、ダブルプレー、チェンジです。同点のチャンスがあったオールパシフィックですが、そのチャンスを生かせませんでした。オールパシフィック4回裏の攻撃になります。1回裏先制チャンスの場面で見逃し三振に終わった山川です。オールパシフィック1点リードで迎える4回の攻撃です。ワンボールワンストライクです。インサイド落ちました。ツーボールツーストライクです。打ちました。入れました、ファウルボール。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。取ってワンアウトです。バッターの近藤、先ほどはセンターへのヒットで出塁しています。まずは先頭の山川を打ち取っています。大きな変化球、高めのボール。そうですね、追い込まれているんで臭いところ、まあ、ここも打っていかないといけない場面ですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。よく見極めましたね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。これはバット出ず三振です。ツーアウトになりました。先ほどの打席でセンターへのヒットを放っている6番のレイエスを迎えます。ツーアウトランナーありません。初球ボール、キレがありますね。インローへキレのある変化球が決まっています。これもストライク、インローを入れてきました。いや、手を出すにはね、難しいところでしっかりコントロールできてましたね。そうですね。ワンボールツーストライクです。これが5球目、見逃し三振、スリーアウト、チェンジ。この回オールパシフィック3人で攻撃を終えています。5回に入ります。追いかけるオールパシフィックの攻撃、6番の鈴木ですが、2回表の打席ではチェンジアップで空振り三振に倒れています。いやー、良かったと思いますよ。いい配球でした。今度はね、違うパターン見た方がいいでしょうね。そうですね。高めのボール打ちました。高い打球センターへ。この打球はフライになっています。センターが取りました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、見てくるタイプのバッターなんでね、ストライク先行でいきたいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。ボールが先行します。空振り、このバッターを出すわけにはいきません。外れてフォアボール、ワンアウトから同点のランナーを出していきます。まあフォアボール、出しちゃいましたね。まあ少し心配な部分もありますけど。いやー、ちょっとヒヤッとしましたね。まあフォアボールの後の初球は安易にストライクを取りに行っては危ないですよね。そうですね。
ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。次が4球目、速いボールで追い込んでいます。さあ5球目は何か。見逃し三振、盗塁成功。ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じているのかもしれません。さあオールパシフィック、同点のランナーを背負った場面です。いや間違いなくね、ここを抑えてリードしたまま終盤の勝ちパターン、まあこれに持っていくことが大事ですね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上のヘルナンデス、この状況ツーアウトながらランナー二塁、まあ、レフト線へ持っていった、これは大きい、フェアグラウンドに落ちた。二塁送球はどうか、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。村林同点のタイムリーヒット、1対1オールパシフィック、なおもピンチが続きます。オールパシフィック、ここでピッチャーが変わります。一打勝ち越しの場面でマウンドに上がったのは横山。まあ追いつかれたのはもう仕方がないことなんで、まあ勝ち越しを許さないように切り替えていきましょう。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、バッテリーとしては嫌な局面ですね。はい、その警戒すべき小郷がバッターボックスです。ワンボールワンストライク、アウトロー外れます。切りました、ファウルボール、空振り、ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。5回の裏、7番から始まるオールパシフィックの攻撃、前の打席ではフォアボールを選びました7番の外です。オールパシフィック同点で迎える5回の攻撃です。次が2球目、この球は外れています。ボール先行です。外みたいなバッターが下位打線にいるとピッチャーは息を抜けないですよね。まあね、真ん中打ちました、打球は切れてスタンドへ入りそうだ、切りました、ファールボールです。速いボールで追い込まれます。打った、伸びていく、どうだ、入れば勝ち越し、入りました、ホームラン、勝ち越しのホームランです。オールパシフィック、試合の主導権を握る大きな一発となりました。オールパシフィックが勝ち越しです。2対1になりました。ここ一番の集中力が光ります。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。バッターボックスは8番の佐藤、先ほどの打席で先制となる犠牲フライを放っています。犠牲フライも技術がいりますからね、よく決めましたよね。そうですよね。オールパシフィックホームランで勝ち越しています。ちょっと手が出ないところですよね。はい、低めにストレートが決まっています。ノーボールツーストライク、アウトロー見送ってボール、ここは際どいところも手を出していかないといけませんね。なるほど、そうですか。変化球空振り、ワンアウトです。打席には9番バッター今宮、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ワンアウトランナーあります。インコース詰まりました、ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。先ほどの打席はショートゴロ、1番の万波です。ツーアウトになっています。これが1球目、初球簡単にストライクを取ります。スピードボールを持っています。外外れてボール、
インコースボール。さあこれでボール3つ。引っ張った、これはどうか、サードうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回オールパシフィック貴重な得点が入りました。クラウンスタジアムからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるオールパシフィックの攻撃。さっきはいい当たりでヒットを打たれてますからね。まあタイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。そうですね。オールパシフィック1点リードで迎える6回です。さあ里崎さん、この後のピッチングどのようなところに注目しましょう。そうですね、攻撃陣の頑張りに応えるような投球を期待したいですよね。とにかく最少失点を心がけたいですね。なるほど。さあ三振を取りました。まず一つアウトを取りました。バッターは3番の辰巳。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。先頭バッターの源田は三振。まずはワンアウト。2球目打ちました。右中間に大きな打球。さあどうだ、右中間真ん中破りました。バッターランナーは二塁到達。辰巳今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあオールパシフィックピンチを迎えています。一発逆転もあり得る。怖いバッターに回っちゃいましたね。そうですよね。さあそのマウンド上の横山、どういったピッチングを見せるのか。二塁牽制。さあ横山これで追い込んだ。インハイ際どいコース、空振り三振。ここは投げ勝ちました。ここは2アウトになったんで。オールパシフィック、ここでピッチャーが変わります。一打同点の場面でマウンドに上がったのは鈴木。ピンチの場面ですが低めに丁寧に投げていますね。変化球をいい高さに決めましたね。今日はしっかりコントロールができてますよね。でも次のバッターはチャンスに強いですからね。彼の裏をかくような配球で攻めたいですよね。そうですね。さあ気をつけていきたい森がバッターボックス。ツーアウトながらランナー二塁、バッターボックスには森。なんとしてもここで止めたいマウンド上鈴木。外れましたか。いいボールでしたけどね。外の変化球わずかに外れました。二塁ランナーを気にします。このバッターを出すと逆転のランナーとなります。低め打った、ショート正面掴んだ、一塁へ、一塁アウト。これで3アウト。同点のチャンスがあったオールパシフィックですが、そのチャンスを生かせませんでした。6回の裏オールパシフィックの攻撃です。そしてオールパシフィックはピッチャーが変わります。マチャドがマウンド上に上がっています。6回の裏オールパシフィックは代打を送ります。バッターボックスには代打の岡。工藤さん、ここで代打を起用してきました。まだ先もありますから、もっと点を取っておきたいところですね。そうですね、この起用に応えたい。初球ボール、ボール先行、しっかり狙っていきたい。変化球タイミング合いません。速球で追い込まれました。変化球ボールになります。3ボール2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。先ほどは見逃し三振でした。バッター栗原、いや最後はね攻めて、インサイド落ちました、ファウルになります。打ちました、低め。スライダーは見送ってボール。
インコース外れてボール、スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。ここはボール球を見極めるかが重要ですよ。打ちました。打球はセンターへ。ここはフライになっています。センターが取りました。ツーアウトです。先ほどの打席サードフライの4番山川、ツーアウトになっています。切れていきます。ファウル。際どいコース外れました。低めの際どいところですが外れています。高めのボール、高い打球右中間へ。この打球はフライになっています。小郷が掴んで3アウトです。この回オールパシフィック三者凡退です。工藤さん、まあリードはしていますが慎重に行きたいイニングですよね。まあそうですね、僅差ですからね、終盤でやられてしまうと致命的になりやすいっていうところもあるんでね、警戒していきたいですね。そうですね、配球にも注目したいと思います。ボールになります。ここはファールを落とせるようなボールでもいいですよね。なるほど。さあキャッチャーどこ打ちました。セカンドが前に来る。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。バッターは7番の西川。前の打席はフォアボールでした。先頭バッターの鈴木を抑えてワンアウトになっています。アウトコース見送っています。ボールが先行してツーボールナッシングです。なかなかタイミング合いません。このバッターを出すと同点のランナーとなります。次が5球目。際どいが、あっとフォアボールです。ワンアウト。オールパシフィック、ここでピッチャーが変わります。一塁に同点のランナーを置いた場面でマウンドに上がったのは田中正義。さあこの終盤で同点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには太田。工藤さん、ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。セーフ。盗塁成功。初球から決めてきました。インサイド打った、抜けた。セカンドランナー帰れば同点。同点のランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン。太田センター前のタイムリーヒット。2対2試合を振り出しに戻されてしまいました。さあここでオールパシフィックダイソーを送ります。ファーストランナーは殿崎。長打でランナーが帰れば勝ち越しです。さあオールパシフィックファーストに勝ち越しのランナーを置いた場面でバッターは9番村林。一塁ランナーの殿崎ですが昨シーズンは26個の盗塁を記録しています。さあここは足を使った攻撃に打って出る。走ってきた。キャッチャーは二塁へ。セーフ。盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。さあ仕留められるか。これでフルカウント。次が勝負の1球。フォアボールのランナーを出しました。まあ失点は怖いかもしれませんけど。これが初球。初球から思い切って、ここはゲッツを取りたい場面ですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。インコースまっすぐ。里崎さん、ゲッツを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。まあインコースを詰まらせるか、もしくはアウトコースを泳がせるか、まあどちらかでゲッツを狙いたいですよね。なるほど。ライトに持っていった。これは大きいぞ。頭上を越えていった。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。ファーストランナーもホームイン。オゴーライトオーバーのタイムリーツーベース。オールパシフィック、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは佐々木。さあここで2番の源田がバッターボックスに入ります。昨シーズン得点圏での成績は76打数の26安打、得点圏打率は3割4分2厘と勝負強さを見せました。さあこのチャンスの場面、オールパシフィック佐々木を相手にどういったバッティングを見せるのでしょうか。ボール先行。次は入れていきたいところ。速いボールで追い込みます。
ここもストレート投げ込んでいきます。そうですね、まあしっかり取れ、破っていった、中継にボールが送られる、レフト前ヒット、これでマルチヒット。オールパシフィックとしては何としても抑えたい場面です。そしてバッターボックスには辰巳が入っています。さあなおもピンチの場面。まあここはですね、まあ味方打線を信じて踏ん張るしかないですよ。なるほど、そうですよね。低めにフォークが決まります。三振を取りたい場面ですよね、ここは。一塁はセーフ。次が3球目。もうスクイズはないでしょうね。はい、そうですよね。ボールに自信があれば落ちる球を続けでしょう。見逃しで三振を奪います。いや変化球ね、しっかり低めにコントロールできてますね。いや素晴らしいですね。三振でツーアウトを取っています。初球から思い切って振ってきました浅村です。追い込んでいます。ランナースタ、ここは決まりました、見逃し三振です。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。7回の裏、オールパシフィックの攻撃です。一方オールパシフィックはピッチャーが変わります。アブレイユが4番手としてコールされています。バッターは5番、レフトの近藤。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。さっきの三振はちょっと消極的でしたよね。はい、今度は積極的に振っていってほしいですよね。そうですよね。オールパシフィックビハインドで迎える7回の攻撃です。速いボールが決まりました。いや際どいボールも打っていかないといけませんね。打ちました、サード取った、アウト、ワンアウトです。6番のレイエスですが、4回裏の打席ではストレートで見逃し三振に倒れています。さっきは見送った、初球打ち、弾き返した打球は右中間へ、ここはセンターが抑えています。2アウトです。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。小さく変化させました。外れてボール、ツーボールワンストライク。力のあるストレートですよね。はい、低めストレート、空振りでストライク、ツーボールツーストライクです。今のは手が出てもおかしくないボールでしたけど、よく見極めましたよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール、スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。外れてフォアボール、ツーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。追い込まれてからよく選びましたよ。そうですよね。初球ストライクを取りました。156キロがいきなり出ました。さあこれで追い込まれました。3球勝負もあるんでね、ここはしっかり見極めたいですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。変化球が高めに外れています。変化球空振り、スリーアウトチェンジ、ランナー出ましたがオールパシフィック得点には至りませんでした。8回まで来ましたオールパシフィックの攻撃、バッターは5番の森。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、ショートゴロに倒れています。オールパシフィックビハインドで迎える8、打ちました、センターへ打球伸びる、ここは打ち上げています。センター掴んでワンアウト。バッターは6番鈴木です。今日は3打席ノーヒット。工藤さん、今日ノーヒットの鈴木ですが、ここまでね、本当にいい感じで抑えてます。ここも気を緩めずしっかり打ち取りたいですね。なるほど、そうですね。まずはワンアウトを取っています。胸元をつきましたが外れました。おお、
ナイスボール。はい、アウトコース空振りストライク。フルカウントで打ちました。これはショートライナー。バッターは7番の西川。前の打席はフォアボールでした。ツーアウトになっています。アウトコースボール。スピードボールを持っています。見極められました。ツーボールです。低いところへ決めてきました。高めのボール打ちました。レフトへ打球伸びる。ここはフライになっています。近藤が抑えてスリーアウトチェンジです。この回オールパシフィック3人で攻撃を終えています。8回の裏オールパシフィックの攻撃です。そしてオールパシフィックはピッチャーが変わります。平がマウンド上に上がっています。8回の裏オールパシフィックは代打を送ります。バッターボックスには代打の柳田。さあ工藤さん、ベンチはここで代打を選択してきました。点を取らないといけませんから仕掛けていきたいですね。そうですね、この起用に応えたい。大きく変化します。2球目は何で来るか。打ち上げてしまった。この打球はフライになっています。ショートが落下点に入ります。源田が抑えています。ワンアウト。バッターボックスには代打の清宮。ワンアウトランナーなし。初球打ち、ヒットになった。見事起用に応えました。ワンアウトランナー一塁です。今日は代打で途中出場。2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。打ちました。ファウルになります。ここはゴロを打たせるようなボールをしっかり見極めたいですね。なるほど、そうですね。変化球が低めに外れます。このバッターが出れば同点のランナーとなります。外れてフォアボール。ワンアウト一塁二塁。一塁ランナーも帰れば同点となります。追い込まれてからよくやりましたよ。そうですよね。初球変化球を振っていきます。速いボールで追い込まれます。カットボールはボールになります。内へ曲げてきました。内のボール打っていった。ファールグラウンドへのフライです。そして打席には山川が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。初球からバッテリー内側際どいコースへ投げ込んできました。変化球タイミング合いません。ボールになります。4球目は何で来るか。これで3ボール。厳しくなったか。これでフルカウント。次が勝負の1球になります。ここからは空振り三振。前にボールを飛ばせません。あと1本が出ませんでした。これから9回オールパシフィックの攻撃です。一方オールパシフィックはピッチャーが変わります。背番号28川野がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。インサイド外れます。これが2球目。ボールが先行します。3球目見送っています。ボール。ストライクが入りません。ここは1球見ました。5球目は何で来るか。ストレート入れてきました。いやー、3ボールからねストレートでこのカウントまで持ってきたっていうのは立派ですよ。なるほど、そうですね。打ちました。高いバウンド。打順は9番村林。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナーありません。インコース決まっています。
ワンボールワンストライク。打ちました。ファーストが前に来る。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター小郷、先ほどの打席で勝ち越しとなるツーベースヒットを放っています。さっきはね、大事な場面でやられてしまいましたからね。はい、またやられるわけにはいきませんよ。ここはしっかり集中です。そうですね。ツーアウトランナーありません。変化球を持ってきましたが、わずかに外れました。一球外して平行カウント。さあ何で決めてくるか。空振り三振、スリーアウト、チェンジ。この回オールパシフィック三者凡退です。最終回オールパシフィックの攻撃、そしてオールパシフィックがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、打席には5番バッターの近藤。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。オールパシフィックビハインドで迎える最終回です。インコース決めました。速球で追い込まれました。ツーボールツーストライクになりました。よく見極めましたね。やはり選球眼のあるバッター。打ちました。破っていった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。先ほども打席センターフライの6番レイエス。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは相手バッテリーがゲッツを狙ってくる場面かもしれないですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ツーボールツーストライクです。これが5球目。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターは7番の外。前の打席はフォアボールでした。ワンアウトランナー一塁です。さあ2球目は何か。ワンボールワンストライクです。牽制、少しまあ狙うゾーンっていうのも広げつつ、まあ難しいボールには手を出さないように気をつけたいですね。なるほど、そうですか。ツーボールツーストライクとなっています。平行カウント、見送っています。低め振ってくれればというようなボールで、外れてフォアボール。ワンアウト一塁二塁、一塁ランナーも帰れば同点となる。さあここでオールパシックダイソーを送ります。ファーストランナーは水谷。長打でランナーが帰れば同点です。さあオールパシフィック得点圏にランナーを置いています。ここは勝負どころですよね。焦らず繋いでいきたいですね。なるほど、そうですね。ここでサヨナラ男ですから、期待は最高潮でしょう。はい。さあこのチャンスをどうものにしていくのか。ワンボールワンストライクです。変化球タイミング合いません。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。まあせめて右方向に転がしてね、ランナーを進めたかったですね。そしてバッターボックスには柳田が入っています。さあツーアウトながら得点圏にランナーは残した状態。変化球でまず空振りです。ファウルです。右に切れてファウル。そうですね、追い込まれているんで臭いところ、まあ、ここも打っていかないといけない場面ですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。これでフルカウント。ここからは確実に狙っていきたい。
外れてフォアボール。ツーアウトながら逆転サヨナラにつなぐランナーが出塁しました。よく見ました。価値あるフォアボール、チャンスが広がります。初球から積極的に振ってきました。次が2球目、直球ストライク。あっという間に2ストライクです。三振。タイムリーとはいきませんでした。試合終了。オールパシフィック痛い敗戦となってしまいました。とても緊張感のある引き締まった内容となりました。あと一歩と残念ではありましたが、いい試合だったのではないでしょうか。明日以降巻き返しに期待したいと思います。勝ったオールパシフィック、接戦をものにしました。一方のオールパシフィックですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはオールパシフィック敗れてしまいました。今日の解説は工藤公康さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでクラウンスタジアムから失礼します。